まずは年始分から。フロント周りライトとガーニッシュがかっこいいですね。サイドには警視庁ポリスと入ってて、これは反対側も同じものが入ってます。リアにはポリスだけですね。でルーフには赤色灯ブーメラン型がついてて、ギミックはサスペンションだけです。スープラです。ボンネットとサイドにセーフティーカーと入ってますね。ルーフには緑色の蛍光灯、これ綺麗ですよね。でテールランプはプリントになってます。反対側にも同じくセーフティーカーと入ってますね。ギミックはサスペンションがついてます。フェアレディ Z です。全体的にお正月感のあるトミカになってますね。ホイールゴールドになってて、左右のドアを開けることができます。でエリアもね結構丁寧にできてるんですよね。マツダロードスターです。イトーヨーカドーのトリコロールカラーということで、ボディがねすごく綺麗なんですよね。でサイドにはイトーヨーカドーと入ってて、ルーフをこうやって取り外すことができるようになってます。ディズニーリゾートクルーザーです。バンパーのゴールドはシャーシから連続してますね。サイド虎年、それから虎柄になってて、ルーフのところもびっしりプリントがついてます。細かいパターンですよね。東京オートサロンのトミカ行きましょう。マクラーレン 720S です。フロントに東京オートサロンのロゴ入ってます。でボディは青のパール、すごく綺麗ですよね。ライトは黒、そしてテールランプも黒になってます。スバル BRZ ですね。ボディは明るめの緑のメタリックになってます。これも綺麗ですね。ボンネットはソリッドの黒になってて、ここにロゴが入ってます。で、ホイールは黒で、テールランプは塗装になってます。トヨタ GR86 です。ボディはコーラルピンクってとこですかね。で、ちょっとだけパールが入ってるように見えます。で、ボンネットにロゴが入ってて、これもホイールは黒になってますね。でテールランプの仕様がむちゃくちゃかっこいいですね。フェアレディ Z です。ボディの黄色のパールがね、これもまた綺麗ですね。で左右のドアを開けることができます。これはホイールゴールドになってますね。でリアはガンメタ調になってます。かっこいいですよね。レギュラー行きましょう。トーマスランドエクスプレスです。フロントとリアにはロゴが入ってます。でサイドには、反対側もね含めてキャラクター入ってますね。でルーフのところにもロゴがついてます。サスペンションはついてません。アストンマーチン DBX です。ライトクリアパーツでグリルがかなり丁寧にできてます。でボディ綺麗ですよね。ルーフだけソリッドの黒になってます。インテリアはキャメル色、これもかっこいいです。ホイール黒になってて、リア周りもかっこよくできてますよね。アストンマーチン DBX の初回特別仕様です。さっきの通常版の色違いになります。ボディほんのり茶色が入ってますね。でルーフソリッドの黒になってて、リア周りこんな感じになってます。かっこいいですよね。フェラーリ FXXK です。ボディはソリッドの赤で、ボディに入ったシルバーのライン、これ全てプリントですね。でホイールシルバーになってて、カーナンバーも入ってますね。エンジンがかなり細かくできてて、リア周りディフューザーとかもしっかりついてますね。サスペンションはついてません。フェラーリ FXXK の発売記念仕様になります。ボディはソリッドの白です。でコックピット周り通常版はシルバーのラインでしたけど、これは黒になってます。さらにカーナンバーも10番から55番になってますね。それ以外の部分は通常版と一緒だと思います。サスペンションもついてません。三菱パジェロです。ライトクリアパーツでグリルは別パーツです。でナンバープレートが塗り分けされてます。で下の方ホイールシルバーになってて左右のドアを開けることができます。インテリアはグレーですね。でサンルーフついてて後ろ予備のタイヤもちゃんとついてます。結構細かくできてますよね。お猿のジョージです。ボディはソリッドの赤で少し朱色がかってるかなという感じですね。でジョージは取り外すことができません。サスペンションもついてません。トヨタ GR ヤリスです。ボディはマットの白ですね。これ触るとサラサラします。でルーフはマットの黒になってますね。このツートン綺麗ですよね。さらに、歌舞伎ということでクマがね全体的に入ってます。これもねなかなか綺麗じゃないかなと思いました。リア周りこんな感じになっててサスペンションがついてます。トミカ標識セットです。1番三菱ふそうエアロクイーンですね。ボディはソリッドの黄色、ルーフは成型色になってます。でサイドに大好きトミカと両サイド入ってて荷室を開けることができるようになってます。サスペンションはついてません。標識はこれです。スバルインプレッサー WRX STI 4ドアです。ライトクリアパーツでグリルとボディがマット仕様になってます。オレンジすごく綺麗ですね。それと標識です。マツダ CX-5 です。ボディはグレーのメタリック、フェンダーのところにマットの黒が入ってます。で後部ドアを開けられるようになってます。それと標識です。ダイハツコペンです。ボディの青がとても綺麗になってます。でルーフパーツを取り外すことができます。テールランプはプリントになってますね。三菱ふそうキャンターです。ボディはソリッドの黒、上は成型色になってます。で、荷台の部分もプラスチックなんですけどサイドにゴールドのプリントが入ってますね。そして後部ドアを開けることができます。サスペンションがついてます。それと標識です。日産セレナです。ライトとグリルは反射素材の別パーツです。でボディは落ち着いた緑という感じですね。で後部ドアを開け閉めすることができるようになってます。それと標識です。森田空港科学消防車です。ルーフ部分先端に放水銃がついてて左右に振ることができます。赤色灯が3箇所全てクリアパーツですね。でホースの塗り分け、はしごの塗り分けもいい感じだと思います。ホイールが赤になっててかっこいいですね。でサイドに、航空局3番森田とプリントが入ってます。サスペンションはついてません。それと標識です。鈴木アルトパトカーです。フロントライトプリントになってます。両サイドに警視庁ポリスと入ってて同じくリアにも警視庁ポリスと入ってますね。でこの後部ドアを開けられるようになってます。インテリアはベージュ、ルーフにはブーメラン型の赤色灯がついてます。かっこいいですね。それと標識です。最後は株主優待のセットになります。まずは2台、そして4台です。4台版のこの2台が2台版と同じになります。まずはホンダシビックタイプ R から見ていきましょう。ボディが綺麗ですね。まあこれ4台とも同じこのメタリックの青になってるんですけど、すごく綺麗なボディだと思います。ボンネットにはトミカ50周年と入ってて、これね、シャーシ部分も青のクリアパーツになってるんですよね。これいいですよね。で、後ろの方、スポイラー部分も別パーツになってますけど、ここもクリアになってますね。とても綺麗な部分だと思います。リアはこんな感じになってて、サスペンションがついてます。次に日産 GTR 見ていきましょう。ボディ同じですね。これも綺麗ですよね。光に当たった時の反射の仕方がね、本当にギラギラなんですよね。で、ライトがクリアパーツ。フロントスポイラーのこの辺がね、クリアパーツになってるのもわかると思います。もちろんこれはシャーシ連続してますね。で、左右のドアを開けることができて、インテリアは黒一色。リアはこんな感じになってます。かっこいいですよね。そしてサスペンションがついてます。ランボルギーニuracanペルフォルマンテです。これもかっこよくて綺麗な1台ですよね。ライトクリアパーツではないんですけど、シルバーのラインのプリントが入ってます。ここに光が当たると本当にライトが光ってるように見えるんですよね。これはね、よくできてると思いますね。で、ボンネットにはトミカ50周年のロゴが入ってて、これもシャーシはね、クリアパーツになってます。綺麗ですよね。で、エンジン部分ですけど、塗り分けがされてます。やっぱりね、上から見た時のこのボディ、すごく綺麗じゃないかなと思いますね。で、後ろの方スポイラーがクリアパーツになってて、ディフューザー部分はシャーシから連続してますんで、ここもクリアパーツになってます。そしてサスペンションがついてます。最後はトヨタ GR スープラです。ライトはプリント。トミカ50周年のロゴがボンネットに入ってます。で、これもシャーシはクリアになってますね。中が見えるのがね、やっぱりすごくいいですよね。で、リアですけど、こんな感じになってます。ここもディフューザーはクリアになってますね。で、サスペンションがついてます。はい、いかがでしたでしょうか。いや、1月は多かったですね。年末年始ありましたし、株主優待が1月に届きましたからね。で、さらに標識セットも被ってて、東京オートサロンのもありましたんで、これはね、すごい月だったんじゃないかなと思います。ふくふくトミカ紹介したのは1月でしたけど、発売されたのは12月でしたんで、一応入れてません。あれまで入ってたらすごい量でしたね。以上、2022年1月に届いたトミカを紹介しました。なおずを見ていただき、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。